皆さんこんにちは、キスケです。ということでレジェンズフェスティバルが開催されたということで、お知らせの方をちょっとね見ていこうかなと思います。まあ、こういう動画を撮ってね、初心者とか何すればわからんっていう人の助けになればなっていう感じですね。まず一番上からレジェンズフェスティバル開催ということで、本お知らせではレジェンズフェスティバル2022の各種イベントキャンペーンをご紹介しますということで、まあこの辺のイベントはちゃんと個別で説明があるんで、そっち見ていこうかなと思います。まずこれか、ステップアップ。まあ初心者っていうか、このタイミングで始めようかなって迷ってる人は、どうなんでしょうかね。その悟空ベジータめちゃくちゃ強いし、17号もすごくいいキャラクターではあるんやけど、一応フェスティバルってね、まあ、2段階3段階あるんすよ。前半後半に分けられてたりとか、第1弾第2弾第3弾まであったりとか、それで、4周年は3回まであったので、その辺がちょっとね、要相談っていう感じではあるんやけど、ただこのタイミングで始めるってなると、やっぱ悟空ベジータが好きで始めたりする人が多いんじゃないかなと思うんで、そういう人はがっつり引いていいんじゃないかなとは思います。めっちゃ強いよ。でフェスティバルセールということで、ちなみにこれも全部なくなりましたね。僕は、はい、6、5万しましたね。5、6万はい、セールがやってあると。でフェスティバルチョイスバトルということで、チョイスバトルが進化したっていう形ですね。まあ付属でレジェンズフェスティバルメダルがもらえるっていう、感じです。でプラス、Z パワーがもらえるんですよね今回で。初めて、まあこれこそ新規でやる方は Z パワーでいいんじゃないかなって思います。やっぱりキャラクター多い方が楽しめると思うんで、強い弱い限らずにね。まあだから Z パワーでいいのかなとは思います。でまあこのゲームにね、ちょっと一つ言いたいことがあるんですけど、まあ、それは動画の後半でちょっと言っていこうかなと思います。まずはある程度ざっくり全部見ていきます。マジで一つ言いたいことがある、すごく残念なこと、すごいネガティブやけど、こんな感じですね。ホイポイがあると、フェスティバルチャンスホイポイということで、メダルが赤色になってますね。でホイポイ今回はレイドバトルだけじゃなくて、メインストーリーとかボーナスバトル、フラグメントコレクション、最強フラグメントコレクション、これをスタミナを消費することでも、ゲットできると。でログインボーナスとかデイリーミッションでももらえるっていうことで、まあそこそこ集めやすくなったのかなとは思います。めちゃくちゃ集めやすいよね。で今回はそのパチンコとかスロットみたいに3点方式になったんですよね。なんでかは知らんけど、マジで、このまずホイポイメダルを集めて、コイン集めて、まあガシャを引くと。ほんだらこの番号が書かれたボールが当たるんですよね。でそのボールとアイテムを交換するっていう、なんでこんなめんどくさい仕様にしたのかわからんけど、まあおそらく交換所に行ってほしいからっていう目的かな。で特徴はこんな感じ。一番上ですね、リミテッドのマルチと時の結晶でスリーブで、1等がスパーキングのマルチで、2等がエクストリームと、まあ、メダルですね。はい、っていう感じです。スリーブかっこいいね。 PVP メッセージがすげえ攻めてんな。ベジータ4臭いセリフ言いやがってこれあれじゃない、その煽られてピキる人ってツイッターにいっぱいいるでしょ。そういう人はこのベジータ4のメッセージを取って、まあまあそんなもんじゃろうに対して、このベジータ4を返してあげればいいんじゃないかなと思います。はい。で不具合のお知らせ、まあ不具合はいっか。で、レジェンズフェスティバルを記念した超絶お得なガシャ開催ということで、これはねほんまに気ぃつけた方がいい。これ無料じゃないでしょ。無料なのかな。もし無料やったらごめん。無料やったら結構熱いと思うけど、無料じゃない時の結晶を使うようなガシャなのであれば、ちょっと引かん方がいいね。こっち引くんやったら悟空ベジータのガシャを引いた方がいいと思います。で、レジェンズフェスティバルメダル、2022ということで、200枚集めるとリミテッドマルチ、5枚でスロットリムーバー、時の結晶とは交換できないっぽいね。で集めれるミッションがこんな感じか。フェスティバル激戦、とかチョイスバトルとかレイドとか、そんな感じやね。でお知らせ、はい、
ゲームオリジナルキャラクターが、ついにゲットできると。まあこれちょっと使ってみたんやけど、あんま強くないね。うん、ぶっちゃけなぜそこまで温存してたのかわからないぐらい、なんかすごい普通なノーマルキャラクターっていう感じ。けどまあ新規から始める人はそこそこ強いんで、まあ取っとくべきやね。はい。でまあゲットする方法がストーリーをクリアする。で今キャンペーンでおそらくストーリーとかスタミナ消費なしで初めての人はできると思うんで、これを機にストーリーがっつり進めて時の結晶を集めながら、このザッハとセキイのサイヤ人をゲットしていく。で Z パワー増やすやり方は Z ミッションと Z メダル2の交換所です。はい、っていう感じだね。で Z メダル2の登場でバトルカラーを変更できるようになりました。でロケットブースターとかもゲットできると、交換できるっていう感じだね。ウルトラスキップチケット、カラー変更権利。はい、まあ、個人的にはカラー変更権利が一番熱いかな。ということで、はい、まあ、解説動画があるんでね、まあ、見てくださいっていうお知らせやね。であとはゲームアップデート、これは見たか。ニューって書いてんのちょっと見ていきたいね。はい、フェスティバルミッション、ワールドミッションということで、これは、何もしなくていいと思います。うん、勝手にログインしてるだけでなんかミッションクリアされていくんで、自分が頑張ろうっていう意気込みじゃなくてもいいと思います。うん、でこれゲットするには、まあ、ここに書いてるね、スタミナと時の結晶の下に項目があるんで、これを押してあげればミッションクリアされてればゲットできると。で、レジェンズフェスティバルのあれですね、冒険の新イベントがあります。まあ、冒険はねミッションもクリアできるんで、時の結晶とかももらえるんで、これはまあやっとくべきやね。でフェスティバル激戦ということで、これはもうやってんのか、25日からやってるんでもうスタートしてます。はい、ただこれに関してはかなり上級者の、イベントになってるんで、まあ、そこそこ難しいんですよね。だから新規のプレイヤーは厳しいと思います。ただまあ上級者プレイヤーとかずっとやってるよっていう人は、絶対24時間限定で開放されていくんで絶対やるべきですね。はい、でもらえるのがリミテッドマルチ、時の結晶と、うん、いうことですね。特攻キャラクターはもちろん新キャラクターとなります。で、フェスティバルケット、これは30日からですね、まだ関係ないね。ただ、レーティングの時の結晶が2倍です。だからここは頑張りたいね、みんな。でプラス確かなんか1万以内入るとなんかもらえる称号とかあったよね。あ、これですね、一番下フェスティバル決闘の支配者、これももらえるんで、まあ、余裕がある人は1万以内狙ってみるのもいいんじゃないかなって思います。でレーティングティアリストは、まあ新キャラクターがティアリストに入ったよっていうお知らせですね。で最強フラグメントメダル、セキイのサイヤ人ということで、ゲームオリジナルキャラクターを使うんやったらこのフラグメントを厳選すべきなのかなと思います。でフェスティバルレイド、これはいつからだ、28日から、あと3日ですね。でこのレイドに関してはほんまにやり得なんでやらない理由がないんですよね。だから時間が空いた人はもうがっつり回るっていうのもいいんじゃないかなと思います。でボーナスがこんな感じか。まあ新キャラ引いてればお得に回れるよっていう感じですね。はい、ビーストも一応特攻に入ってるんやね、これは嬉しいね。でザッハも入ってると、はい、っていう形になります。これは嬉しい、時の結晶ももらえるしメッセージももらえますと。うん、17号のセリフがじわじわくるんだよなすげえいいよな。でバトルロイヤル、12月の2日から開始という形になります。タグが GT、 参加条件が GT です。で特殊ルールがライジング1回のみ、開始50カウントはライジングの使用禁止となります。いいね、これもね、まあそこそこ上級者のイベントではあるんやけど、6回勝てば時の結晶全部もらえるんですよね。6勝は最低限、目指したいね。で激戦17号、これはなんだ、共闘か、違うか、無料のスーパー17号をゲットできる、イベントが開催されてます。まあ前回もあったんで貫突してる人は多いかなとは思うんやけど、新規で始めた方は
まあ、こいつそこそこ強いんでゲットしとくべきかなって思います。で全力激闘、うん、またやんのか。では今やってんのか。25日からやから今やってるね。はい、これはちょっと難易度が高いんで、まあ、初心者は厳しいと思います。で、無料の孫悟空をゲットできるイベントも開催されてます。こいつもそこそこ強いんでね、ゲットしとくべきですね。で激闘もやると。で前回の復刻ですね。はい、でこれは27日まで、あれ伸びた時間、まあいっかっていう形か。他にはないね。うん、他にまあ目星要素もないかなって思います。まあ前回覚醒の復刻とかがほとんどかなっていう感じですね。はい、ということで、まあちょっと一個だけ言いたいことがあるんですけど、まあ残念なところ、ここを直せばもっと良くなるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱその今回のフェスティバルで300連無料ガシャとかやるやん。であれって新規のプレイヤーとかはかなり嬉しいと思うんやけど、もうそもそもほとんど貫突してるよっていう人もほとんどだと思うんですよね、大半の人が。だからもうちょい古めのキャラクターを戦えるようにしてほしいんだよな。でキャラバランスの調整がむちゃくちゃ下手なんですよ、運営って。とにかく今流行ってるキャラクターを潰して潰して潰しての繰り返し。ウルトラベジット流行ったらクーラークーラー流行ったらビーストビースト流行ったら悟空&ベジータっていう感じで、なんかそういうガシャの作り方をすると嬉しくないんだよな。300連ガシャって別に俺からするとっていう人も結構多いと思わん？俺だけかな。まあ言い過ぎかもしれんけど、だもしこれが復活フリーザが今でもまだまだ戦えますっていう状態やったら嬉しいと思うんですよね。海洋拳悟空が今でもそこそこ活躍できますっていうことやったらね。ただぶっちゃけ今復活フリーザと海洋拳悟空とかビルスとかさ300連ガシャに入ってるけど厳しいでしょ正直。まあ復活フリーザは強い強いって言われてるけど、まあ、いざ使ってみると相当きついと思うんだよな。だからそういうのを考えるとやっぱり、うん、もうちょいねキャラバランス考えてくれれば300連ガシャとかすごいお得に感じると思うし嬉しいのになっていう愚痴ですっていう愚痴です。はい、ってな感じかな。うん、まあガシャ引くべきのなのはこれです。一番上のガシャ、これは、今から始めるんやったら石を集めてこれを目当てにぶん回すっていう感じかな。でこれか、あこれじゃないか、あれなんかあったよね。あこれや、これ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 、まあこれ無料じゃなかったね。やっぱりいやこっち引くんやったら絶対一番上やからね、間違わないように。でこれが無料ガシャですよ今喋ってた。きついよねこのキャラクターで戦うのって、あんま嬉しくないんで、やっぱキャラバランスの調整が下手っぴさーっていう感じなんだよな。そこだけなんすよねマジで。そこを気ぃつけてくれればちょっと嬉しいのになっていう愚痴でした。はい、いかがだったでしょうか。一応ね時の結晶がねかなりもらえるんで、ちょっとその辺見ていきたいなと思うんやけど、まず今回追加されたミッションが、ホイポイですよね。時の結晶が300個。うん、ちょっと計算してみる。電卓開いてちょっと計算してみるか、何個もらえるのかっていう。まず300個ね。で次がフェスティバルメダル、これは時の結晶はなしですね。はい、なしで、フェスティバルプレート、これも石はないですよね。はい、石の還元なんでね、そりゃないやろっていう感じやけど。で冒険、冒険もないよね、冒険もないよね。あれミッションか、ミッションにいっぱいあんのかな。なんか3000個もらえるって言ってたよね。どれだ、あこれだ、これ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 や。フェスティバルメダルを何枚集めればいいんだ。600枚集めれば3000個か。まあ一応これも足しとくか、3000個。はい、でログインボーナスでも400個もらえるって言ってたよね、ゆるレジで。ログインボーナスはどこに書いてんだこれ、お知らせにないのかな。
これはイベントでしょ、3000個。フェスティバル激戦も、時の結晶もらえんのか。ちょっと激戦見てみるか、交換場。今やってるんでしょ、これか。ああ、あるやん。50個50個が4つか。200個か。じゃあ200個足しとくか。200。はい。なるほど。いいね。今、現時点で3500個っすね。めちゃくちゃ時間かかると思うけど。ログインボーナスもこの欄に入ってるとは思うんですが、フェスティバル決闘、フェスティバルワールドミッション、開催、これは何だろうな。あ、ログインボーナスこれやね。はい。時の結晶100。100。あ、1回目はってことか。なるほど。じゃあ100やね。400って言ってたけど、かなり小分けにするタイプやね。なるほどね。がっつりくれよ。がっつりくださいよ、マジで。っていう感じか。おそらく、レイドバトルってさ、いつも1000個ぐらいもらえとったよね。1000個足すか。はい。1000個以上もらえとったんで、まあ、とりあえず1000個ね。少なく見積もって。っていう感じですかね、時の結晶は。だからまあ合計フェスティバル期間前半だけでも4600個の時の結晶がもらえるんで、まあ悪くないのかなっていう、感じですね。もっともらえると思います。ミッションで見落としてるところとかあるんで、もっともらえるね。5000個近くぐらいはもらえるんじゃないかな、おそらく。はい、っていう感じでしたかね。決闘でももらえると。はい、という感じでした。いかがだったでしょうか。まあ少なく見積もって時の結晶4600個は無料でゲットできるということなんで、まあ新規の方からするとその300連無料ガシャっていうのはかなり美味しいんで、これはもう今からやるのもいいんじゃないかなって思います。よければチャンネル登録高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。